よろしいですか。はい。よろしいですか。はい。カメラよろしいでしょうか。領庁長官。はい、どうも。どうもよろしくお願いします。では、処理水に関する要請の方をお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしいですか。はい、カメラよろしいでしょうか。一つ目が関係者に対する説明と理解、そして2点目が今ご質問になった万全な風評対策と将来に向けた事業者支援、特に漁業者の皆さんがこの処理水の問題については本当に真剣に思いを持っておられます。で、こういった方々の風評に対する心配懸念というものを政府として受け止めて、特に漁業者の皆さんが今の現役世代ももちろんでありますが、将来のこれからを担う世代の皆さんが希望を持って漁業に取り組むことができるように、政府としてしっかり対策を講じるべきだというお話をしたところであります。カッコ4、万全な風評対策と千葉事業者支援、そして次のページ4ページまで行っていただきます。経済産業大臣に対してこれまで国に求めてきた5つの重要な事項に加え、昨日東京電力への事前了解の際に意見として申し上げると様々なやり取りをした際にもそのお話はあったかと、こう講ずることも重要であります。こういった2点の意見を付加した上で東京電力に我々の強い思い